新潟記念ハンデチェックということで見ていきたいと思います。見つけそれがも総水8でございます。今回はまあこちらのレースですね、新潟記念ハンデ戦、まあ、ハンデの変更がある馬ってことになるんだけれども、今回ね注目すべきは3歳馬ってことになりますね。他はね不審すぎたりとか、まあ金量増えたり増えなかったりみたいなところでね、規定路線みたいなところあるんですが、まあ、一応ね金量の変更があった馬が4頭ってことでね、まあ注目すべきはノッキングポイントだけなんですけどね、まあ、残りも全部やっていきましょう。まずはね、イーサンパンサー、まあ、前走白樺ステークスは53キロハンデ戦でしたが、金走不振ということで1キロ減、まだ等ですね。まあ、そしてサウンドウォリア、準オープン在籍の5馬ですから、まあ、連続3着でね、1キロ増量の可能性はあるかなぐらいのところでしたがね、まあ、それでもね、オープン馬よりは軽いというところをどう判断するかみたいなね、条件になるということですね。まあ、そしてファイウェン、前走17戦目でオープン時の牝馬、まあ、時計も平凡ですし、準オープンでの成績も見劣ってますしね、まあ、そのまま規定の53キロっていうのは妥当だと思われます。まあ、そしてね、まあ、順番ちょっと違えましたけれども、話題のノッキングポイント、まあ、世代重賞2着っていうのをどう捉えるかなんですが、まあ、55キロか56キロっていうのは、コバのボバでいけば妥当なところ。まあ、つまり、金量で言えば想定で53キロもしくは54キロ、52キロもしくは53キロって金量が妥当なところなんですね。まあ、3歳9月、芝2000メートルは3キロ減なんです。まあ、3キロ減ということは、まあ、今回の金量54キロっていうのは、まあ、コバで言えば57キロっていうハンデを積まれたのと同義語ってことになります。まあ、この57キロって金量、まあ、コバのオープン勝ちと同等、まあ、もしくは世代限定戦で言えば重賞勝ち馬の金量ってことになってくるんですよね。まあ、ノッキングポイントの主な成績っていうと、毎日杯2着、まあ、世代限定重賞2着ですし、毎日杯組、まあ、ノッキングポイント以外はね、今年も差したる結果を残していない。まあ、そう考えるとね、それこそ一昨年のね、ダービー馬ぐらいでね、まあ、ここ最近でも結果を出しているレースではない毎日杯の、2着馬に通常重賞勝ちと同じ金量を出してきたっていうのは、まあ、ちょっとね、盛りすぎじゃないかなっていう気がするところ。もちろんね、ダービー5着という結果はあれなんですけれども、まあ、とはいえね、少し離された5着みたいな感もあって、まあ、それをね、世代上位、最上位クラスみたいな評価をするっていうのはどうかなっていう、ね、感じがあります。まあ、なのでね、この金量っていうのはハンデキャッパーが無駄に持ったハンデと見てですね、まあ、こうやってね、ハンデキャッパーが裁量を使って持ってきた馬っていうのは最近全然来てないなってことでね、僕としては決死推奨ぐらいのね、重すぎるハンデを積まれた馬っていう結論に達してもいいんじゃないかなと。いうふうに思っております。まあ、そんな感じでね、またこういうチェックはね、毎回やっていきますんでね、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。メインチャンネル、ふえがみ TV の方では、今週の2歳ステークス2つのアップロードの予定となっております。以上、ハッチでした。